でいろんなお客様いるんで、結構あのね、後ろで話してるのがこう前に聞こえてきても、いろいろなグループの方がいて、仕事の人もいれば遊びに行く人、そしてまあ買い物、結構いろんな人生ですかね。なんかこのバス一つに中にいろんな人生があるっていうのは感じますね。